1908年1月3日の日食は、1908年1月3日に観測された日食である。ドイツ領ニューギニア、イギリス領西太平洋地域、イギリス領ライン諸島、イギリス領フェニックス諸島、コスタリカで回帰日食が観測され、太平洋にある多くの島、中部アメリカのほとんど及び以上の地域の周辺の一部で部分日食が観測された。 海域体のほとんどが海にあり、陸地は数少ない島と月の本、影が地球上で通過した最後の場所、日没とともに海域に試食があったコスタリカの長さが約90キロの地域のみ。詳細はドイツ領ニューギニアのエボン干渉、イギリス領西太平洋地域のブタリタリ局南端、アベアン北部、マラケー、イギリス領、ライン諸島のフリント島、イギリス領、 フェニックス諸島のオロナ島とマンラ島、コスタリカ北西部だった。また、海域日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、オーストラリア北東部、オセアニアのほとんどの島、アメリカ合衆国南部、中央アメリカのほとんど、ダイアンティル諸島西部、南アメリカ北西部だった。そのち大部分が、国際日付変更線の東にあり、現地時間1月3日に日食が見え、 残りの部分では1月4日に見えた。リック1問題の観測隊がフリント島で取ったコロナアメリカのリック1問題は観測隊をライン諸島にある無人島のフリント島に派遣した。観測隊は1907年11月22日に船でサンフランシスコを出発し、12月4日にフランス領ポリネシアの行政所在地島のパペテに到着し、 物資を調達し、スタッフを配備し、12月7日夕方に再び船に乗り、9日午後にフリント島に到着した。イギリス王立天文学会とオーストラリアのシドニー天文台の天文学者とニュージーランドの測量士もその付近で回帰日食を観測した。観測隊はコロナの写真を撮った。ありがとうございます。